Sota Sanjin. Neko に嫌われてんだ。せっかく魚をやったっていうのに知らぬ顔でさ、そのくせ目を離したら食いやがる。それが猫ってもんだ。そもそも食い物くれる人間が全て善人とは限らないだろう。ああ、そっか。なぜだかっ。何の用だ。夏が昨日のように感じるよ。さあ寄って見ていってください。旅の途中なのか。戦のただ中、矢が尽きちゃ困るぞ。それだけで足りるか？よく戦って戻ってこい。味方も武具も多い方がいいだろう。死を覚悟していたよ。安全なところへ。抜かるでないぞ。どうぞ何かのお役に立ててください。船が燃えておる。戦か。調べてみれば。
船の残片。槍の傷。生き残り。よれ、もう時がない。誰の仕業だ。蒙古か。いや、他の海賊だ。裏切られた。山猫の一味が蒙古と結びやがった。兵具を手に入れ、ヒアリまで。その海賊はどこにおる。杉に聞け。あいつなら知ってる。南の集落の赤い傘伝えてくれ。奴らが来る。槍の音だ。逃げろ。探そう。海賊が寝返るとはな。
あの集落だな。訪ねてみるか。赤い傘の杉を知っておる者がいるはずだ。煙が。失せてくれ。息子を守るため戦で死んだのだ。無念はない。それがモノノフ。これからはお前が意志を継げ。自慢の異なったでしょうか。父さんあったから分かってくれたはず。何が起きた。おびただしい火の矢が船から飛んできやがった。その船は猛虎に寝返った海賊のものだ。ある女が奴らを止められる。名は杉。赤い傘が記した。知らないな。そこもと、女を探しておる。名は杉だ。何なのさ、知ったことじゃないよ。怪我はないか。離れとくれ。せちゃ。そちらの精鋭を出せ。アラベのようだ。槍の跡。俺を狙った船が放ったものだな。あかぬ。まだぬくい。人が住んでおった。私に用があるって何？害するつもりはない。人と申す。ことづてがある。集落を襲った船は山猫という海賊のもの。
共に奴らを倒そう。私の居所知られてた。離れよう。集落のためだ。やだ、やめて。何も知りません。遅かったか。荷をまとめて私が戻るまでに。あんたは来な。待ってるからな。無理はしないようにするよ。どうせ無理ばかりするくせに。次、山猫様がお呼びだ。セーベ、使いが上手くなったじゃないか。ふん、俺らは猛虎と手を組んだ。じきに島中の海賊を震え上がらせるぞ。皆殺しだ。山猫の一味は慎重で兵具も多い。船を止める時と場所も定めてる。なぜ知っておる。一味だったからね。私が止めなきゃ山猫は容赦がなかった。三平に会ってその務めが嫌になったんだよ。でも逃げ切れるわけがなかった。奴らの港を言え。俺が行く。一人で行くなら私は降りる。では結託するほかないな。立ちさばきを見て奴らを出し抜ける案が浮かんだんだ。でもその前にあいつらの巣を調べる。西の海辺に村の跡がある。そこで会おう。ブーンを。あんたも。次と落ち合うはずだが、どこにおる。山猫の一味、倒しておかねば。ありがとうございました。
見惚れちまったよ。あんた侍ではないの。実は何者なんだい。お主と同じ人に追われる身だ。入江を探った。あいつら人と檜槍を引き換えてる。人売りということか。これ以上許すわけにはいかん。ああ、二手に分かれよう。浜の小勢を始末しろ。俺は船を。私よりうまく船に忍び込めるわけないだろ。だが山猫は手ごわいのであろう。私が殺さなきゃ。あいつは弟なんだ。身内を殺すこと、身を切るばかりの辛さだぞ。ああ、では海辺にある奴らの野営へ向かう。しかし相手は多勢だな。あいつらの檜槍を奪ってあんたに加勢する。よし、猛虎は海賊に裏切られたと思い、いずれ切り合う。合図で居所を知らせる。焚き火に細工して火を大きくしよう。死ぬな、杉。ふん、あんたも。近くに高台がある。いるけど。断平は俺が切る。その後北の海辺で待つ。落ちれば杉も船に忍び込める。調べてみよう。この結託も今日までだ。焚き火を用いて合図を送れば檜槍を放てよう。海賊と猛虎兵、厄介だな。次に知らせよう。海賊がいがみ合う。
Remstäbe! Shut up!
猛虎に寝返ろうという海賊は二度と現れんだろう。北の海辺で杉と落ち合うか。次の船がない。まさかまだ船に。この赤い傘は。さらば杉、心安らかに眠ってくれ。三平のところに戻り、司祭を伝えねば。背に向けて言ってやろうか。心が潰れた哀れな子、生まれ変わらせてやる。正気を失ったのか。どの曲にすれば心安らぐ。質素な調べでなくとも良いと学んだが。母上は床に伏せる前、よく一人で鹿を見ていた。かまってもらおうと寄りかかると、父上からお叱りを受けた。母上は俺の頬に触れてこう言った。安らぎは忍び寄ってくるものではない。その真意は何であったのか。